ではこのゲームハイライトシーンで振り返ります。試合前の OB1 打席対決は伊能対坂口。伊能投手は最速139キロも投げましたが、坂口が4球目をライト線にヒットという結末でした。試合は1回の裏動きます。ベイスターズ先頭バッターの海老名、先発ピッチャーの田島から見事先制のホームラン。先頭打者ホームランは5月26日のカープ戦以来2本目です。2回の表ベイスターズ先発ジャクソンのピッチング、この頓宮のセカンドゴロ、大和が取って一塁へ、これセーフの判定になったんですがリクエスト、覆ってアウト、大和の好プレーということになりました。3回表ここもベイスターズの好守備ご覧いただきましょう。佐野いいタイミングでジャンプして西川のファウルフライをキャッチしました。4回表この回先頭バッターの紅林、このいい当たりをセンターの海老名ダイビングキャッチ。この当たりベイスターズの守備がジャクソンのピッチングを盛り立てます。しかし5回表2アウト1塁でバッター太田亮、ライトへ風にも乗りました。まさに最短距離でスタンドへという逆転の第1号ツーランホームラン、2対1バファローズ逆転です。バファローズ2人目は吉田晃生、6回裏2アウト3塁というチャンスをつかんだんですが代打牧センターフライ、得点できませんベイスターズです。7回表ベイスターズ2人目中川光がマウンド、2アウトランナーなしで杉本三振に抑えて三者凡退、ナイスピッチングです。中川は8回もマウンドに上がります。2アウト1塁で紅林をセカンドゴロに仕留めて中川2回を無失点というナイスピッチングでした。そして8回の裏バファローズはピッチャー本田に代わっています。オースティン三振、ワンアウトランナーなし、宮崎いい当たりもサードライナー、得点できませんベイスターズ。9回の裏バファローズ5人目マチャド、牧2打席目この当たりがアウトの判定でしたがリクエストでセーフに覆ります。ダイソー林盗塁決めて2アウト2塁、バッター今日当たっている海老名、しかし最後は空振り三振で試合終了、2対1、バファローズがベイスターズを下して昨日からの3連戦これで1勝1敗とした今日のゲームでした。